サイアミーズシアターグループウィッチパフォームドインベルリン、ジャーマニーイン1900。タイの王室家の名は、国王参加といい、国王を称賛する歌である。各種王室関連行事で流されるほか、映画館では、映画上映前に流され、演劇前にも流される。また、タイ国内の一部ラジオとテレビ局の放送開始と、放送終了の時期に流されるなど、 歌詞は、ナリッサラーヌ・ヌバッティオン王子が作詞したものを、1913年頃に、ラーマ6世が修正。作曲は、ロシア人作曲家、ピョートル・アンドレイヴィッチ・シチュロフスキーによる。映画館での上映の後ではなく、前に、国王参加が流れるのは、上映後に流すと音楽が終わるのを待たず、観客が席を立つためであると言われる。この音楽が流れるときは、の義務はないが、 直立不動の姿勢を取らなければならず、そうしなかった場合は、不経済に触れるため逮捕される可能性がある。映画館でも遅れて館内に到着し、この音楽が流れていた場合、席に急いではならず、その場で直立不動の姿勢を取る必要がある。国王参加、国王参加、ありがとうございます。